情報が欲しいわね。もう少し大地の記憶を探ってみるわ。遊んでやる。そろそろ私も楽しませてもらおうかな。みんな進んで。特別に力を強めてあげるから。敵が手強い。ダッキーが何かしたのか。先にあの女を倒しておいた方がいい。この地から呼び出せる幻はあれが最後ね。一旦引き上げて情報を整理してみましょう。ユグドラシルをこの異界に持ち込み根付かせたもの、それはオーディン自身だったのね。蘇った破壊神によって生み出されたものと思われていたが、真実は違ったようだな。オーディンめ、厄介な火種を持ち込んでくれたものだ。おい貴様ら、さっさと俺を解放しろ。このアキレウスと組めばどのような相手もたとえ神であろうと敵ではないぞ。確かに気性悪いが腕を立つ。神戸軍師殿、火種を消すには火種か。少々危うい気もするが、この事態を脱会するには致し方あるまい。ふん、安心しろ。手を組んだからには貴様らに刃は向けん。しかし幸運だったな。妙な世界に迷い込んでしまったようだが、どうやらここでも戦場とえものには服従しなそうだ。アキレウスといえばゼウスに連なるもののはず。あの子にこんなに血気盛んな性格の子孫がいるなんて意外だわ。なんだ貴様は。俺のことを知っているようだ。一体誰の亡霊だ。亡霊ですって？見た目で判断するなんて失礼な子ね。盛り上がっているところは悪いが、ガイア殿、この男はあなたと同じ世界の人間なのか。ええ、厳密にはオリュンパスの神を崇める都市に住まう人間と言うべきかしらね。オーディンが先んじて抑えていたというだけあって、この辺りは一階の歪みがひどいみたい。アキレウスがこの地に現れたのもうなずけるわ。うん、するとアキレウス同様、巻き込まれた人間に今後も出くわすかもしれぬ。注意しておくとしよう。
神々の加護など無用だ。魂のありかは分からなかったけど、今回の調査で新しい情報が得られたわ。オーディンはこの異界を構成する力、滅びの力を使って持ち込んだユグドラシルを大きく成長させていたのね。そのためにより効率よく力を集められる地をあらかじめ制圧していたか。滅びの力を利用するとは、奇怪なことを考えるものよ。まったくだ。今やオロチの滅びの力を最も有効に用いているのはオーディンと言っていいだろうな。だが用地の一つを奪われたのだ。オーディンが黙っているとは思えんな。そう遠くない間に意趣返しに来るんじゃないか。そうね、いずれオーディンとの全面対決は避けられないでしょう。そっか、新しい情報は手に入ったけど心配事も増えちゃったね。でもいいことはもう一つあるわ。私ね、奪還した大地から得た力を吸収することができたの。おかげで少し元気になってきたわ。この調子でオーディンの調査を進めていけば、もっと力を取り戻せる。そうすればもっと別の方法でもあなたたちを助けられると思うの。それは楽しみだ。ならば早速次なる用地へ向かうとしよう。新たな情報とガイアの力を集めるためにな。
滅びの運命をも覆した力、見るがいい。僕が最強だって分からせてあげるよ。
本多忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄五軍が激突。激闘の中で彼らは分かり合い協力体制を取ることとなる。これは両軍にとって渡りに船であった。突然現れた不思議な武器リョの凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと判断したのである。そんな中、軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君董卓がとある村で暴れているという。徳川と呉の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬが、民を傷つけ略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し民を救うのだ。連合軍はオーディンの支配地の一つを攻略する。クロゴの甲斐あってユグドラシルに関する有用な情報と新たな仲間アキレウスを得ることができた。次に目標とする地点は戦海への入り口からほど近い場所にある。太公望は他の英傑らを引き連れその地へと進軍した。ここもオーディンが先んじて抑えたという要地か。今は妖魔どもが守りを固めておるようだが。妖魔ね。向こうにいる間近くで見ることが多かったが、面倒な相手には違いないな。ガイア殿、早速オーディンの幻を呼び出してください。奴らがこちらに気づく前にとっとと片付けてしまいましょう。そうね。それじゃあ始めるわよ。これでよしと。幻は呼び出したわ。おそらくこの土地のどこかにいるはずよ。大地の記憶を具現化しちゃうなんてガイアさんってすごいんだね。それじゃあ早くみんなで会いに行こう。いいだろう。全知全能たるこの私が先導を。いや待て、この気配はまさか。太公望殿、背中に虫でも入ったか。それにしても思わせぶりな態度で出鼻をくじかないでもらいたいな。すまない、少々お勘がしてね。何、こちらの話だ。キコーラは気にしないでくれ。奴が近づいているというのか、この異界に。
オーデンの気配、確かに感じるわ。東の方へ進んでみましょう。速やかに幻と接触して退散するとしよう。尺に触る気配が近づいてきているようだ。あいつら何か探し物か。こりゃ面白そうじゃないの。俺様自慢の分身で引っかき回してやるぜ。よりによってこんなところに現れる。お前らしいやつだ。騒ぎを大きくされる前に私が縛り上げる。頼もしいじゃない。忠告に感謝する。我らにとっては今更だ。キコーラは先にオーディンの幻を追ってくれ。してもらっては困るな。気候に対する私の期待ははるかに高い。得られる情報はもうないみたい。さあ戻りましょうか。何
何何、もう帰っちゃうの？寂しいこと言わないで、もっと遊んでこうぜ。けどお師匠様の説教は勘弁だ。ってことでこれならどうよ。私たちを閉じ込めてどうするつもりなの？何？退屈はさせないって。ちょい強めの奴らがお相手するぜ。孫悟空、いらぬサルジエを働かせたものだ。放置して城内の仲間が全滅しかねえ。の道を断たれるなど冗談ではない。まったく勘弁してほしい。本当に飲み込んでやったぞ。やれやれ、異界の様子を見に来てみればこんなところでも悟空が暴れていたか。この覚えのある偉そうな気配、要素ついに奴も異界へやってきたようだ。ひとまず邪魔な分身を消してやるとしよう。これぐらいにしといてやる。よ、妖精、あいつがここに嫌がんだ。こうなったらでボッコボコに。いや、ダメだ、あいつとやり合うには準備がいるな。妖精、あの気配やはり気功だったのだな。城内にいるのならさっさと門を開けてくれないか。その声は太鼓を君だ。私一人での手は足りるな。お望みなら開けてやろう。その腹持ちならない態度は相変わらずか。まあいい、今は城内の仲間を救援するとしよう。養生の身の小じゃ、その腹立ちに今の模範となろう。目の前で活躍されても悪くない気。お前は得意だ。勝ってきた武勇見せてやる。今日はもう勘弁してやる。そんな功で満足してもらっては困る。貴公に対する私の期待ははるかに高い。詳しくこの状況が落ち着いてからでしょう。おい、妖精、さっきはよくも邪魔してくれたな。そうじゃなくてもお前には山ほど恨みがあんだ。呆れるほどしつこい猿、ようやく分身と怪物を片付けてやったという。随分とやる気になっているようだ。これ以上面倒な状況になるのは片付けるとしよう。軍を再び分け北と南から協議する。私は北の上、南の上、
言わずとも分かる。その程度の策、私とて思いついていたぞ。まあ、南は引き受けてやる。私たちは南に回り、悟空を釘付けにするとしよう。おとりがおらねば、陽線の奇襲も成り立たぬからな。太公望と陽線って、不思議な関係だわ。仲良しじゃないけど、お互いに認め合ってるのね。目の前で活躍されても、悪くないけど。お前は特別だ。君たちの話を聞かせてもらおうか。この異界で何が起こっているのか興味があるのだ。みんな紹介するね。彼は陽線さん。私たちと同じ戦界から来たんだよ。しかし陽線、なぜ今さらここへ来たのだ。ずいぶんと出遅れたものではないか。君と違って私は暇ではないのだ。異界の混乱を収めたくとも、その前にやることが山ほどあった。妖精さん、いつも忙しそうにしてるもんね。なのに来てくれて本当助かったよ。そんなことより、まず現状を把握したい。そうだな、君に話を聞くのが早そうだ。私に？ふん、有能な人間を一瞬で見極めるとは偉そうなだけではなさそうだな。指名とあらば手短に説明してやらんこともない。なるほど、状況は理解できた。敵の攻撃を退けながら肉体と分離した魂を探し滅ぼすとなると、いささか厄介だな。そうなんだ。でも陽線さんが力を貸してくれるならとっても心強いよ。いや、まだ君たちと手を組むとは言っていない。まずは君たちが助力するに足るかどうか見極めさせてもらおう。まっ、何様なんだこいつは。太公望殿、あなたのご友人らしき御人はまた随分と面倒な太刀のようだ。これで先ほどのおかんの正体を分かってもらえたのではないかな。陽線、助力する気がないというなら仕方あるまい。ならば心ゆくまで見物しているがいい。全知全能の私がことを滞りなく進める様をな。はあ、陽線さんも太公望さんも相変わらずだな。二
人が仲良く力を合わせてくれればいいんだけど。気分がいいな。思い通り。オーディンはラグナロクとやらがきっかけでイグドラシルと結びついたようだな。ロキ、そもそもラグナロクとは何だ？私やオーディンがもともといた世界、アースガルズで起こった最終戦争のことだ。オーディンはその戦火をくぐり抜け生き延びた。お前はそのラグナロクより前からオーディンを知っていたのだろう。奴がユグドラシルを得た経緯についてもっと詳しく教えてくれないか。対抗策を練る手がかりとなるかもしれん。残念だが、それは私も知らない。ただラグナロクを生き延びたオーディンはそれ以前よりさらに冷酷になった。冷酷にか。奴とユグドラシルが結びついたことと何か関連があるのやもしれんな。しかし新たな情報が増えれば増えるほどに謎は深まっていく一方か。ことはそう簡単に進まんようだな。ええ、でもいつか必ず知りたい真実に近づけるはずよ。諦めずに調査を続けましょう。そう、幼稚を解放できたおかげで私また元気になれたのよ。次からは幻を呼び出すこと以外でもあなたたちの役に立てると思うわ。期待していてちょうだいね。新たに現れた仙人陽線の手助けもあり、連合軍はさらなる重要地点の解放に成功する。だがオーディンの魂に迫る決定的な手がかりはまだ得られていなかった。ユグドラシル、そしてラグナロク、オーディンの秘密を解き明かし彼の野望を阻止すべく
連合軍は次の用地を目指すのだった。オーディンの幻は呼び出したわ。いつでも調査は始められるけど、ちょっと気になる情報が入ってきていたのよね。今しばらく待っていてくれ。その件を調べるために先行させた石膏がそろそろ戻ってくるはずなのだが。申し上げます、この先で若い女性が一人妖魔軍に包囲され窮地に陥っております。女の子が一人で？ここはオーディンも重要視する用地。アキレウスと同様、異界の歪みに巻き込まれこの地へ迷い込んだのかもしれんな。そして運悪く妖魔どもに目をつけられてしまったというわけか。奴らに取り込まれては後々面倒だ。急ぎ救出に向かうべきだろう。当たり前よ、女の子が一人でむさ苦しい妖魔たちに囲まれているなんて絶対に放っておけないわ。ならば救出を優先しよう。幻を追うのはそれからだ。妖魔たち相手の救出戦か。まずはお手並み拝見といこう。知らぬ土地で敵に囲まれてしまうなんて、ああ助かる道はないのでしょうか。王国にあったのはあいつの場合か。急ぎ救援に向かうぞ。ふん、良い機会だ。君たちの実力見極めさせてもらうとしよう。人間の主演見せてもらうとしよう。お前の戦並大抵ではないな。ここは抜かせん。100の兵より頼もしい。まさか見つかっちまうと。片付いたか。これ以上敵に余計な真似はさせん。しい限りだ。次会った時覚悟しろよ。守らねえとな。お前の戦並
大抵ではないな。どうして今すぐバレたんだ。日本に飲み込んでやったぞ。もう終わりか。その程度の力で我らを止められると思うな。ふむ、人間たちが術者を倒したか。では改めて救出に向かうとしよう。よし、俺たちも続くぞ。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。今日の餌は息がいいな。我が棍棒のサビにしてくれるわ。やめないで。さ、並大抵ではないな。かかってこい。本当に乗り込んでやったぞ。キイラを招待した覚えはないかな。剣に煩わしき方や。この程度礼を言われるほどではない。そんなことより君はここで何をしている。北の城で黒い甲冑を着た兵士を見かけたのです。負の気配を感じここまで追ってきたのですが、さっきの妖魔たちに囲まれちゃったってわけね。黒い甲冑の兵士、私たちも調べてみましょう。見事だ、その武略、百の兵より頼もしい。オーディンの気配は北の方で間違いないわ。みんな急ぎましょう。オーディンの幻はこの先にいるはずよ。僕の番だ。敵を蹴散らして奴の元へ急ぎましょう。死守せねばならんな。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。避けるべきか。同感だな。ここは一度引くとしよう。しんがりは俺と高虎で務める。よせ、お前はその娘を頼む。本当に飲み込んでやる。よもや人間にして
られる日が来ようと。まあいい、お手並み拝見といこう。見事だ、その武力、百の兵より頼もしい。これぐらいにしといてやにしてやるとしよう。敵の追撃を見事振り切ったか。人間たちの力、なかなかに侮れぬものだな。あの子たちのこと少しは見直したでしょ。さあ一旦陣地へ戻りましょう。皆さん、先ほどは助けてくださってありがとうございます。私はジャンヌ・ダルクと言います。ジャンヌね、無事に助けられて本当によかったわ。ねえ、あなたはどうやってここへ来たの？それが私にもよくわからないのです。イングランド軍と戦っていたはずが、気づいた時には謎の軍に取り囲まれていて。教えてください、一体ここはどこなのですか？そして何が起こっているのでしょう。やはり一通りの説明が必要か。かいつまんで話すとだな。オーディンが全ての世界を滅ぼそうとしているだなんて。そんなことになれば私の祖国も。皆さんお願いします、私も一緒に戦わせてください。歓迎する。こんな状況だ、戦力は一人でも多い方がいい。それにどうやらジャンヌは普通の女の子ではないみたいだし、力を貸してもらえると私たちも助かるわ。よかった。全ての世界を救うために、私この異界でも戦い抜いてみせます。窮地を切り抜け、新たな情報と仲間を得たか。うん、まずは旧大天といったところだな。彼らの力、引き続き見極めさせてもらうとしよう。譲れない思いを胸に、行きます。それでいい。
先の調査でオーディンの幻が残した言葉、何か引っかかるな。死の運命に抗うためなら我が身ですら差し出すというやつか。ロキ、お前に心当たりはないのか。思い当たるとすればオーディンの目のことだ。かつてある泉の水を飲むことでオーディンは強大な力を手に入れた。そしてその代償として片目を手放したんだ。目的のためならばたとえ己の一部であっても躊躇なく差し出す。彼はそういう男だよ。なるほど。しかし幻の言葉によればオーディンはこれから先もずっと何かを継続的に差し出すつもりのようだ。目以外にも差し出しているものがあるということか。もしやそれは。報告、こちらに向かっていたお味方の別動隊が敵の襲撃を受けたとのこと。孤立した者たちが救援を求めています。やはり敵も動き出したか。そろそろこちらの動きに感づく頃だとは思っていたが、味方を捨ておくわけにもいくまい。急ぎ救援に向かうぞ。のおっちゃん、遊ぼ。ナナ、今日は何して遊ぶ？かくれんぼ？鬼ごっこ？ちょっと待った！紹介は俺様と遊ぶ約束をしてんだよ。子供はあっちに行ってな。しっしっ。悟空班こそどっか行ってんや。見てみ、紹介のおっちゃんごっつにらんどるで。そうだな、お前に付き合うのがうんざりって顔だ。紹介が気の毒で仕方がないね。なんやて悟空班、それは聞き捨てならへん。ちょっと向こうで話しようか。まったく、なんなんだあいつらは。なぜ英才の誉れ高きこの私が猿と子供にまとわりつかれねばならんのだ。それもこれも芝生殿のせいだ。感情などという役回りを私に押し付けて、私は選ばれた人間、どうやったって目立つだろうが、はあ、私はいつまでここにいればいいのだ。
譲れない思いを胸に行きます。思うところがありまして、守りたい人を全て助けたくても私は非力で、それが歯がゆくて仕方ないのです。一人で全員は無理じゃないかな。自分ができる範囲で守るしかないんじゃない。そう簡単には割り切れません。誰かが傷つくことが分かっているのに見捨てるだなんて見捨てないために仲間がいるんだよ。自分にできないなってことは仲間を頼っちゃえばいいんだよ。頼るですか。けれどもそれで仲間が傷ついたらと思うと私は。なんでそうなっちゃうの。ジャンヌさんは優しすぎだよ。困ったな。あ、そうだ、分かった。頼るのが申し訳ないって思うなら一緒に頑張るって思ったらどうかな。頼るのではなく一緒に。はい、確かにそう考えると気持ちが軽くなります。よかった。せっかく仲間になったんだもんね。これから一緒に頑張ろう。でもそのためにはもっとお互いのことを知っておく必要があるんじゃないかな。だからさ、とりあえず今度一緒に踊ろうよ。ええ、今後もよろ。もしや私も踊るのですか、三蔵さん。これはこれは異国の聖女殿、慣れない土地での戦いで疲れとりゃせんか。お気遣いいただきありがとうございます。でも私は大丈夫。あなたを見ているとなんだかホッとするんです。わしを見てホッとちょっと、それってつまりっていいかいな。聖女殿、気持ちは嬉しいんじゃが、わしには見えねが。あなたの兜の輝きが祖国の温かな陽光と似ているからでしょうか。そののどけさについ安らいでしまうのです。
そうかそうか、カブトが。カブト？なんじゃそういうことが。わしのカブトを見て和んでおったとはの。まあええわ。そんならこのカブトはお前さんを照らす一階の太陽じゃ。不安なことがあったらいつでも拝んでくれ。ええ、ありがとうございます、秀吉さん。神々の加護など無用だ。ローマ軍に囲まれていたジャンヌ・ダルクを連合軍は救出、彼女を味方に加えることができた。連合軍がオーディンの領地を相次いで奪取したことで、彼の魂やイグドラシルに関する秘密は解き明かされつつあった。だがそんな時、連合軍のもとへ孤立した味方部隊が襲われているという報告が入る。将軍たち精鋭は急ぎ救援に向かった。本隊に合流予定の別動隊が敵に囲まれたか。各地での転戦が仇となったな。兵を分けては括弧撃破の隙を与えることになる。いずれこうなることは君ならば予想できたのではないか。言葉もないな。妖精、なぜお前までできるんだ。人間の命は小さく弱いもの。それを君たちがどのように救い出すのか見てみたいと思ったのだ。その口ぶりだと
また高みの危険物を決め込むつもりのようだな。当然だろう。私はまだ君たちに手を貸すとは言っていない。その価値があるか見極めている最中なのだから。分かっている。お前の好きにするがいい。では私は行くぞ。趙雲が一足先に救援へ向かった。急ぎ加勢せねばなるまい。趙雲、腕輪に選ばれた人間か。それほどの者が先陣を切り救援に向かうとはとても興味があるな。先行した趙雲がすでに救援を始めているはずだ。我々も向かうぞ。私はひとまずここに留まる。君たちの手腕見極めさせてもらうとしよう。やはり要素に見物を決め込んだ。まあいい、さっさと片付けるとしよう。私の矜持にも関わる。なんとしても兵の全滅だけは避けねばな。助かった。この後を決して忘れません。あの原因オーディンの力によるものか。奴は日に日に力を増しているとみられる。本当に乗り込んでやったぞ。奴らを放て。敵を根絶やしにするのだ。人一人の命など大義の前には軽んじられ、それが世の罪。しかし彼らの行動は真逆だ。なぜそうまでして一兵の命を救わんとするのか。皆諦めてはならん。君はなぜそこまで必死になれる。一兵の命を軽んじられるのが世の常だというのか。彼らも志を同じくする大切な仲間。見捨てることなどできません。なるほど、それが君の信念というわけか。これは趙雲様、お救いくださりありがとうございます。ジョカよ、彼らには見どころがあるようだ。私が旋回から眺めていた人間たちよりずっと。ウルガン神殿は強さを兼ね備えている。だからこそこの怒りに招かれたのだ。
処できたか。他に取り残されているものは。誰か助けてくれ。まだ孤立している味方がいたか。手の空いているものは救援を頼む。救援感謝いたしますぞ。取り残されているものはいないようだな。では我らも引き上げるとしよう。敵中に孤立した味方を全て救い出すとは、その手腕賞賛に値する。敵は引いたか。なんとか兵らを守れたようだな。救援ありがとうございます。皆様のおかげで命拾いいたしましたぞ。それにしても趙雲様は本当にお強い。もうダメかと思ったところへ颯爽と駆けつけて敵をひと鳴き。いやー、大したお方です。俺、元の世界に戻ったらせがれに自慢してやりますよ。あの趙雲様が俺の命を救ってくださったんだって。趙雲か。確かに彼の働きぶりは見事だった。主力の一人でありながらおごらず、むしろ一平の命を救うため敵陣に切り込む、その揺るぎない信念、立派なものだ。この異界で彼のような人間に出会えるとはな。妖精にああまで言わせるとは、さすがは超死竜といったところか。
それでいい。おそらくオーディンは我らの動きに気づきつつある。別動隊が襲われた一件からもそれは明らかだろう。そうね、いずれ本格的に攻撃を仕掛けてくるはずよ。そうなる前に魂の在りかを突き止めないと。ならばもはや一刻の猶予もあるまい。早急に次の領地の調査に向かうべきだろう。必要な部隊と物資の手配は俺がやっておく。ガイア、お前たちはすぐにでも出立を。ねえ、三成、次の調査にはあなたも一緒にいらっしゃいよ。いつも後方支援ばかりじゃ腕がなまるでしょ。何を言う。後方支援とて重要な役目だ。大体俺は部働きよりも。つべこべ言わない。地母神ガイア様直々のご指名よ。来なかったらお仕置きだからね。なんだあれは。あの強引さ、誰かに似ているような気もするが、普通に迷惑なのだよ。
別動隊を無事に救出し、連合軍の士気は高まった。しかし別動隊が狙われたということは、オーディンが警戒を強めていることの表れである。こちらの意図に感づかれては、今後の作戦に支障をきたす。連合軍は迅速に兵を動かし、残るオーディンの領地へと赴いた。よしっと。いつもの通り、オーディンの幻を呼び出したわよ。それじゃ、始めましょうか。って、あら？三成、あなたも来てくれたのね。やっぱり女神のそばで働きたくなったの？何をバカな、来いと言うから来たまでだ。素直じゃない子ね。まあいい、出てきたからには役目は果たす。この地に布陣しているのはヨーマどもか。見たところ別段守りを固めている様子もない。ガイア、本当にここが目的の場所なのか？それは間違いないわ。もしかすると私たちが来ることを察して敵も何か企んでいるのかもしれないわね。ならば敵の動静を見極めつつ慎重に攻める方があるまい。みんな注意して当たれ。僕が最強だって分からせてあげるよ。滅びの運命をも覆した力、神々の王となるのはこの俺だ。別動隊を無事に救出し、連合軍の士気は高まった。しかし別動隊が狙われたということは、オーディンが警戒を強めていることの表れである。こちらの意図に感づかれては、今後の作戦に支障をきたす。連合軍は迅速に兵を動かし、よしオーディンの気配、この
の力強く感じるわ。さあみんな行くわよ。俺は随分と敵の数が少ないようだが、やはり幼稚の割には守りが薄すぎる。やつ何を企んでいる。この見事なまでの急勾配、かの有名な一の谷の戦いを連想させるね。幼稚は全て得た。いかの力我が元の集まりつつ、ユグドラ衆の目を滅びを与えよう。あの未開の力、ユグドラシルを芽吹かせるのにも必要だったのね。まだ他の場所からも情報が集められそうよ。行ってみましょう。って、まずいわ。油断したな。ここで木が熟すのを待っていたのだ、源氏武者たるもの。いかな勾配も恐れはしない。源の九郎義経、いざ参る。崖上からの奇襲だと。ルナ、体勢を整えよ。こんな崖を駆け下りてくるなんて。超紫龍、一心を担として守り抜かん。趙雲の武働きで兵の平静を取り戻した。今の奇襲、ひよどり越えの逆立ちそのものじゃないか。まさかこの目で見られるとは思わなかったよ。敵を討ち取るためなら、いかな危難も顧みない。それこそが源氏の意地というものだ。源の九郎義経、これにあり。この間な、今は引こう。は出したわね。それじゃ改めてオーディンの幻を探しましょう。実に気分がいいぜ。南の方に強い気配を感じるわ。まずはその手前にいる敵をどうにかしないとね。これほどの兵が伏していたとは。突破するには何か僕が必要だな。ならば俺に考えよ。まずあの拠点を制圧してもらおう。承知した。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。よし、幼稚を制圧できた。弓部隊、敵にめがけ追いかけよう。どうなってやがる。見事な手際だった。そう言っておこう。今だ、一気呵成に攻め立てよ。活躍だ。
はここで口当てろ。ここを通りたくばその獲物をよこしな。大無理さん、今日はこれぐらいで勘弁してやる。見事な手際だ。そう言っておけ。先の逆落としはほんの小手調べに過ぎぬ。今こそ敵を撃つ好機。皆出陣だ。我らの奉仕で敵陣を引き裂く。いや、君を見ていると諦めない。彼らの力、こんなところで失うわけにはいかない。この妖精が手を貸すとし、妖戦とのだね。後天剣との息もぴったりだ。まさに八面の首の働きぶり、見事だ趙。これより君に力を貸すとしよう。妖戦殿、ご助勢ありがとうございます。共に参りましょう。その機動力、人間にしては大したものだ。とはいえ私には遠く及ばないなら。舐められたものだ。ならば我が一撃受けてみよう。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。となろう。よし、敵は一掃できたみたいね。オーディンの幻に近づいてみましょう。ユグドラシオ、かの破壊神の力を注ぐ。それがか、成長速度は飛躍的に向上し、あの巨木を芽吹かせた異界の力、そして育てた破壊神の力ということか。ユムドラシルを最終兵器に育てるという計画、それをなすには異界がうってつけだったってことね。もうこの地から得られる情報はないみたい。私たちも戻りましょう。妖精、何のつもりだ。傍観に徹してきたお前が。いや、改めて礼を言われるほどのことでもなかろう。あの程度同志ならば当然のことだ。同志だと、ということは妖精、あなた心は決まった。これよりは同志として君たちに力を貸すとしよう。ようやく貴公もその気になったか。ずいぶんともったいぶりよって。別段もったいぶっていたつもりはない。君たちが手を貸すに足る者たちかどうか、それなりの時間をかけて見極めていたまでだ。その見極めの結果とやらが今ようやく出たというわけか。うん、実を言えば以前趙雲の見事な振る舞いを目の当たりにした時からある程度心は決まっていたのだから、今回の戦いで三成をはじめとする皆の戦いぶりを見て確信を持てた。この異界の窮地、君たちならば乗り越えられると。妖精ありがとう。あなたにそう言ってもらえるとみんなすごく自信になると思うわ。
あくまで私の見極めたことをそのまま述べたまでだ。礼を言われるようなことではない。しかし、趙雲、彼は実に見事な男だな。その揺るぎない信念、それを支える確かな武勇、まったく人間にしておくには惜しい逸材だ。ほう、明日は槍でも振るか。貴公が他人を褒めるなど、私の知る限りでは初めてだぞ。褒めるに値する相手なら私は素直に褒める。そこが君とは違うところだ、太公望。太公望と陽線って仲がいいのか悪いのかよくわからないわね。とりあえず息はぴったりだけど。同志として最善を尽くそう。これでいい。私の思い通り。新たな仲間も加わったことだし、これまでの調査で分かった情報を一度整理してみない？そうだな。それぞれは断片的な情報に過ぎないが、つなぎ合わせれば何かが見えてくるかもしれない。ではまずユグドラシルについてだ。そもそもユグドラシルはオーディンの手でこの異界に持ち込まれたものだった。そして異界の滅びの力によって芽吹き、さらには蘇った破壊神の力を得ることで成長したという流れだったな。ええ、その通りよ。それじゃあ次はオーディンのことについてね。私も知らなかったが、オーディンはラグナロクを契機にユグドラシルを手に入れたらしい。それを育て最終兵器に仕立てることで、奴は死の運命に抗おうとしている。そしてそのために己の一部を差し出している。こんなところか。魂の在りかに関する具体的な情報はないが、運命に抗う奴が差し出しているものというのが引っかかるな。それが何かが分かれば、この膠着した戦況も少しは進展しそうなものだ。いずれにせよ調査は継続せねばならんな。ガイアよ、さらなる情報が得られる地を示すがいい。いいわ。これまで解放してきた幼稚の力で私も随分本調子に戻ってきたの。これまでは感じ取れなかった気配にも今なら気づけるはずよ。あら、ガイア殿、どうかなさいましたか？早速気になる気配を感じるの。これはまさか。みんなすぐに向かってもらいたい場所があるわ。私が案内するからついてきてちょうだい。カクカ殿、どうやら敵軍が攻めてきたようだね。兵力ではこちらが不利。さてどうしたものかな。おや、元就殿、劣勢だというのに随分と楽しそうだ。理由を教えてくれるかな。もちろんだ。
世にも名高き角下殿の采配を間近で見られるのに、花から優勢じゃつまらないからね。希代の名軍師がこの劣勢をどう覆すのか。いやー、実に見ものだよ。なるほどね。それなら元成殿も協力してくれないか。歴史から学んだあなたの軍略も役立ててみせよう。港を修練し時に皆を
同志として最善を尽くそう。これ式のこと無双、うん、想定通りだ。勝利までの道見通すとしよう。戦い抜こう。困窮する者たちを少しでも救うために。趙秀、いざ参る。戦うため磨いてきた血がある。影すら失いし声が聞こえる。全身全霊にて参る。堅実に戦う、そして勝つ。必勝の策描いてみせましょう。うまくいったようだな。うん、上出来だ。